し。皆さんこんにちは。エアーゴルフリベンジのこんなです。いよいよあと2回です。どうですか、意気込みは。完璧です。今日の練習が全て決定するんで、見ててください。今回のクラブは何使うんですか。サンドウェッジと、アプローチショットと、なんだっけ、ピッチングウェッジ。この3つを使って、次の5点場回ってみせます。3つだけ。パターもね。パターも。4。今日の練習でもしダメだったら、僕は多分もう、引退です。はい。いいですよ、ここで引退宣言。何言ってんすか。仮詰めしたんですけど、うん、次の日の晩酌取れて。本当にあなたの歯は威勢がいいよね。最悪女子だ。そうだね。じゃあ今日はぜひそれを取ろうね。え？ね、編集しててね、岡村さんの口癖がちょっと分かってきたんだ。もう嫌。ああ、言ってる。っていうのと、いやーしかしまあ。お、脱皮してる。なんだこれは。ヤゴ、トンボになったか。ここでは出ねえな。なんだろう。あ、でもカマキリっぽいね。カマキリ？カマキリ脱皮するっけ？えらい綺麗に脱皮してるねこれ。うん、やっぱヤゴじゃね？トンボになるんじゃねこれ。岡村さん取ってください。うん。ふわふわですか？ふわふわだこれ。あ、いやしかしこいつは怪しいな。怪しい。ああ、触覚が長すぎるんですよ。顔の方も妙にコオロギに近い。コオロギかもしれないですね、もしかしたら。これカマじゃないですか。普通にカマじゃないですか。あ、そう。カマだよ。いやしかしこのカマキリにしては首が短いような気がしますね。これはちょっと中島さんの自宅に持って行って検証しようと思います。いや、いらない。あ、そう。ちょっとカマキリ。すごいね、脱皮するんだ。これはやっぱヤゴですね。今日何でしたっけ？ケーキ。今日はね、マンゴーとミルクレープとどっち？いやー、どっちもうまいっすよ。マンゴー食べる。マンゴーはね、マジマンゴーだらけっすよ。マンゴーだらけ。マンゴーだらけ。これは1位を食わなきゃいけない。あれどうみんな右。右、あの、プレゼントコーナー。今日の商品はマンゴーケーキとミルクレープです。そしてもう一つが期待のマンゴー。どうですか、マンゴーたっぷり入ってるでしょ。マンゴーたっぷり入ってますね。中島さん、はい、この岡村和明、うん、大丈夫ですよ。分けてくれなくても。分けてくれなくても分けようと思ったのに。嘘。いや、ちょっとだけじゃん。今日頑張ったから。あ、どうすか、マンゴー。美味しいです。おー、美味しいって、うん、マンゴー出ちゃうぐらいね。え、マンゴーが欲しいと言って危なかったのにマンゴーをゲットするこの勝負強さ。蜂蜜が入ってるミルクレープ。もう、ん、蜂蜜や。嘘、ちょっと俺にも蜂蜜やで。うん、俺にも。岡村さん、はい、蜂蜜やだから俺にもいやー、しかしこのクーラーボックスはいいねって俺それ体験してないな。考えてみたら一回もこれ使い始めてからもう今10時間半来ましたよ。はい、押したよこれ。いろんなね、思い出がありました。トピックは何ですか。まあ、亀田コーヒーは美味しかったな。あ、米だもう違うあの噛まないでですね、もう食うんですけど、うん、ちょっと平べったいんで、うん、すごい面積が広くなって、つゆが、つゆの味にもすごい感じて、うまい。これはうまいわ。この辺がいったのが。うまい。